トイレでズボンどう脱ぎはぎしてるの？というのを実際に多目的トイレを使って見せていきたいと思います。皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。今日はですね、トイレで車椅子ユーザー、まあ、下半身麻痺の人ってどうやってお着替えしてるんですかという疑問がちょっとあったので、そちらに答えていきたいと思います。私がいつもリハビリしている九州再生医療センターの、多目的トイレがあるので、実際のそのトイレで、どうやって脱ぎはぎしているのかというのを自分で頑張って撮ったので、その映像を使いながら説明していきたいと思います。今までは口で喋ったり言葉で伝えたり、あとはこう動作でね、こんな風にやってるんですよっていう風にやってたんですけど、今回はちゃんと下にスパッツを履いて実際にズボンを脱ぎました。まあ、その方が分かりやすいと思います。であとは、こんな風にしたら履きやすいんじゃないかなという私なりの工夫であったり、手すり、両手すりがない場合、じゃあどうやって脱ぎはぎするのかっていうのもしっかり撮ってみたので、ぜひご覧ください。まずはウエストゴムの場合のズボンの脱ぎ方をやっていきたいと思います。左右に傾きながら下ろしていきます。まあ、ウエストがゴムまたはジャージ素材の場合は伸びるので下ろしていくのはとっても簡単です。ズボンの履き方は脱ぎ方とは逆で、右左に傾けながらこうやってズボンを上げていきます。私は便座の、まあ、座る位置を前後に変えながら、お尻の位置を変えながら履いていったりしています。最近発見したんですけども、お尻が少し上げにくいなという時は、片足をステップに乗せると、片方に傾く時だけお尻が浮きやすくなるので、ぜひちょっと試してみてください。ズボンの履き方ということで、次は手すりが片側のみの場合をちょっとやっていきたいと思います。まず、そしてズボンの脱ぎはぎなんですが、1から履く感じですね。例えば、うんち、おちっこ、漏らしちゃって、ズボン、パンツを履き替えなきゃいけないっていう時は、こんな風に便座の上で、1からズボンを履かなきゃいけないので、そしてそれが片側の手すりだった場合も大変ですが、それを少し今、実践しております。まあ、ウエストがゴムの場合のズボンを今やっているので、とっても私的には簡単なんですが、これ最後ズボンを上げるときですね、手すりが片側にしかないということで、反対側を上げるときはこうやって私は便座に手をかけて、便座をグッと押すようにして上げています。でもそれでも右ケツが上がりにくいので、基本的には右側の手すりを掴むとき、左ケツを上げた時に一生懸命ズボンを上げて、まあ、右ケツであまり大変な思いをしないようにやっていますね。こんな感じでですね、手すりがやっぱり片側にないと大変なんですが、その応用編として、車椅子を手すりがない側に持ってきて、私は車椅子を手すりの代わりに使ってズボンを上げる、まあ、下ろすということをやったりします。次はズボンの履き方、スキニーパンツ編ということでお送りしていきたいと思います。先ほどは、まあ、ウエストがゴムであったりジャージ素材で伸縮性があったんですが、こういうスキニーパンツ、まあ、綿素材、伸びない素材、レザーパンツっていうのはやっぱり履きにくいです。なので車椅子ユーザーさんの中でもあまりチョイスしないという方も多いんではないでしょうか。ですが私はおしゃれをしたいので、スキニーパンツであろうとレザーパンツであろうとピチピチのズボンも履いていきますので、その様子をお送りしていきます。まあ、こんな感じでですね、ちゃんと裾をまくり上げて足を突っ込んだりしていますが、結局はバラバラになっているので、まあエッサホイサととりあえず頑張って足を入れていきます。足が入らない時もたくさんありますが、おしゃれは我慢ということで、こんな感じで足をね、入れていっておりますね。
で、ある程度入ったら、この真ん中なの。大事なのはこの真ん中。真ん中のたわたわがどうしても便座の裏に引っかかっちゃったりするので、ちゃんと真ん中をぐーっとお股のところに引き寄せながら、同じように右と左で傾いていくんですが、まずこう太ももを上げて、下のたわたわ、下の布っていうのをしっかり上に持ってきます。で、ある程度持ってきたら、同じようにズボンのウィッとね上げていきます。私はこうなんか裏で平手なんて言うんだろう、手をこのひっくり返しながらねズボンを上げていくっていう方が個人的には入れやすいので、こんな感じでズボンを上げていきます。まあ、大変ですが頑張って10分かからないかな、10分かかってないと思います。5分くらいでできるので、私は頑張って履いているので、ぜひ皆さんおしゃれを諦めることなく私の動画を参考にしていただき、好きにパンツでもいいパンツでも履いていくようにしてください。こんな感じでおトイレの脱ぎ履き、ズボンの脱ぎ履きをやってみました。まあ、今回はね、ズボンでしたが、やっぱり私は一番は尿取りパッドをね、つけるのが大変だなって思うし、私自身、形成がすごい強いんですね。内ももの形成がギュッとなっちゃうので、なかなかズボンは履きにくいですが、慣れればなんてことないので、皆さんぜひやってみてください。はい、こんな感じで見ていただきました。いかがだったでしょうか、参考になりましたでしょうか。今まで知らなかったなという方は、こんな感じで私たち、まあ、特に足が動かないタイプのですね、関心麻痺の車椅子ユーザーさんはこんな感じで、お着替えをしているんだと思います。私も他の人のを見たことがないんですけど、こんな感じでやっております。まあ、だからこそやっぱり手すりが両方にあった方が着替えやすいというのがありますので、まあ、多目的トイレというのは大事ですし、まあ、そうじゃなくても狭い壁にこう頭をこうつけながら私はやる場合もありますので、まずはいろんなところでこう車椅子が入れるトイレがたくさんあったらいいなと思います。はい、では、この動画が役に立ったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では、本日も最後までご視聴ありがとうございました。